世にも類いまれな美貌と頭脳を持つ姉はみんなの羨望の的でした。ですがその姉は一日一夜。うるさい。私は今大事な話をしているの。だいたいそのミュールの音聞いてるとイラつくの。表でガムテープでも踏んつけな。一日に一度悪いことをするのをモットーにする悪魔だったのです。しかしその悪事はいつも人々に幸せをもたらし、いつの間にか人は姉のことを正義の味方と呼ぶようになったのです。妹には姉の被害が様々に及び、妹は姉の奴隷から逃れるため姉を結婚させようと努力に努力を重ねました。その甲斐あって姉と恋人直樹さんは結婚に向かって順調に進み、妹が自由になれる日も間近に迫っていたのです。陽子。はい。この変なパンツいつまで履いてるの？私だってやだよ。だけどお姉ちゃんが北海道行った時のお土産だから捨てられないでしょ。お父さんはマリモだったかな。お、なんだそれ。結婚式場のパンフレット、引き出物何がいいかなと思って。相手はいないのにね。違うよ、お姉ちゃんの。おい、まだ相手にも会ってないんだぞ。ほんとよ。お姉ちゃんは日取りも式場も決めてんだよ。8月5日大安吉日。え？え？式場予約するの大変だったんだから。何も聞いてないぞ。そうよ、だってお父さん、もうすぐだな。でもめでたいめでたい。何言ってんだ。まったく。陽子、そんなことよりこのテストの点数何？補習受けて赤点なんてみっともないわよ。少しは本気で勉強しないと。35点ってお前何考えてんだ。おい、全然電話です。ちょっと、もしもし、中田でございます。まあ、これはこれは。今日はゆっくり楽しめるね。はい。もうさ、ごまかすんじゃないよ。え？今から？結構でございます。はい、どうぞどうぞ、お待ちしております。では、失礼いたします。誰から？吉川さんのお父さん、近所まで来たからご挨拶に伺いたいって。え？嘘！そんなに驚くこともないでしょ。春子さん、今日は陽子とデパート行くんじゃなかったの？そんなのいつでも行けるわよ。だけどお父さんたちまだ吉川さん本人に待ってないんだよね。気が早い人は向こうにもいらっしゃるのよ。いや、うちで会うんじゃなくて2丁目の花市で会う方がいいんじゃないのかな。掃除もしてないし、あ、着替えた方がいいんじゃないのか。そうだね、何言ってるの。ありのままを見てもらった方がいいのよ。でもお母さん、あのお姉ちゃんとこのうちじゃギャップありすぎるっつうか。親戚になるのよ、これからの長い付き合い。いちいち気遣ってたら疲れるでしょ。来た。え、もう家の外から電話してきたんじゃん。さてと。静岡の煎茶、雲龍でございます。ありがとうございます。いただきます。どうぞ。まあ、わざわざご丁寧に。はい、熊谷さんとね。で、今日は近所に何かご用でも？ああ、いやいや、あの、というよりもですね、なかなか直樹のやつが忙しくてご挨拶に伺えないままになってるのが気になっておりまして、まあ、その代わりといってはなんですが、まずは私どもからご挨拶にと思いまして。それはわざわざご丁寧にありがとうございます。今日は真紀子さん、直樹さんと出かけたようですわ。あ、それはよかった。いや、直樹のやつもね、この間アメリカから帰ってきたばかりだというのにまたまた海外に転勤を命じられまして、まあ、こんなことじゃいつ結婚できるのかと心配をしておりました。でも真紀子さんのような素晴らしいお嬢様が一緒に行ってくださることになって喜んでおりますの。あ、そうですか。そう言っていただけますと。ありがたいことです。本当に。それでですね、その結納の日にちを早めたいと思うんですが、もういかがでございましょうか。来週の日曜日あたり。え？これはまた急なお話で。陽子、いらっしゃい。はい。
下のお嬢様ですか。そうなんですよ。座って。はい、次女の陽子です。はじめまして。こんにちは。まあ可愛らしいお嬢様が2人もいらっしゃって羨ましいわ。いやかしましいもんですよね。あ、まあうちは男が2人でしたからね。真紀子さんが来てくださって嬉しいんです。娘が欲しかったから。私一度はパリに住んでみたかったの。行ってみたいお店やレストランがいっぱいあるの。そうなんだ。サンジェルマン大通りにあるシモールっていうマカロンの美味しいお店があるの。直樹さんと行ってみたいわ。ああ。あ、そうだ、フランス語のレッスン行ってブラッシュアップしとかなきゃ。アンドトワ。直樹さんは日丸宝石で係長をお勤めだとか。いえ、代理です。まあ、部長代理ですの。係長代理ですの。係長代理ですか。いや、それは素晴らしい。そうだ、お茶受けにお漬物なんていかがですか。今日はちょうどナスが食べ頃になってるはずなんです。熊谷さんの水をよく冷やしていただきます。ありがとうございます。どうぞお構いなく。いえ。お父さん、おナスとおたくあんもいただきたいわ。はいはい。おたくあんもご自宅でお漬けになるんですか。はい、主人の漬けのお漬物美味しいんですよ。まあ、お身の軽いご主人で羨ましいわ。うちなんてお茶いっぱい自分では入れないんですもの。いや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 、吉川さんは外で戦ってるんですもの。当然ですよね。まあまあまあ、そういうことですわ。直樹さんもお父様に似てらっしゃるんですか。はい、息子も何にもいたしませんの。男の人はそうですよね。それ、私のなんです。趣味で。電車遊び。はい、私の自慢のコレクションなんですよ、Nゲージ、お小遣い全部これに使っちゃうんです。いや、どうも。あれ、ひょっとしてご主人も好きですか。いや、私はこういうものは。またまたそんなことおっしゃって。でも、まあ、楽しそうなご趣味ですか。夢があっていいですよね。なかなかいいです。ナス、ナス、ナス、ナス。おー、そうか。申し訳ない、申し訳ない。はい、ただいま。お磨かないです。真紀子さん。はい。実は。はい。吉川さん、いい人たちじゃないか。突然の抜き打ちテストみたいだったけど、まあまあいい感じだったよね。上出来だよ。向こうの母さんなんか漬物うまいって5回も言ってくれたんだぞ。さすがお姉ちゃんよね。よっぽど気に入られたのよ。早く結納したいってせっついてくるんだもん。とにかく良かったよ。うん、良かった良かった。本当も良かったね。ただいま。おかえり。おかえり。ママ。会いたかった。どうしたの、そんなに酔っ払って。うん。吉川さんのご両親が今日いらしたんだぞ。早く結納したいって。これか、これ、これ。よし、食べるか。あ、いただき物の熊谷の水羊羹。お姉ちゃん食べる？でもね、いくらなんでも来週の日曜日なんて早すぎるわよね。まだ吉川さんに会ってもないのにな。ほら、巻き子一歩行け。ほんと。でも結婚式は8月5日に決まってるんだからいいんじゃないの。でも普通あるんじゃないのか。お嬢さんを僕にくださいとかなんとか。だよね。結婚やめたから。え、結婚やめたの。マキコ、私まだ若いし、まだまだやりたいこともあるし。吉川さん、それでいいって。お黙り。二度と私の前でその名前を言ったらあんたの口縫い付けてやるから。あんなに必死で予約したのに。
その夜、姉は超荒れ狂いました。これはただ事ではないことが起きたに違いない。きっと吉川さんに姉の本性がバレたに違いない。しかし吉川さんを騙していたのは妹も同罪で、その罪の意識と恐怖に押しつぶされそうになっていたので。うまこ、はい、お姉ちゃん、うどん作った、入れよ。お姉ちゃん、買ってきた。満を持して婚約までたどり着けたはずだったのに、急転直下、妹はまたまた眠れぬ夜を過ごすこととなったのです。この番組はスバル、サントリー、ニベアとご覧のスポンサーの提供でお送りします。そんなの。え？だからいいわよ、使って。え？何？うん？なーに？お母さん、お姉ちゃん、やっぱさ、早く食べなさい。行ってまいります、うん、お姉ちゃん、食べないの？食欲がないからいらない。マヒコ、お姉ちゃん。何？昨日結婚式場キャンセルするって言ってたけど、本当にするの？お願いします。マヒコがご飯食べないなんてよっぽどのことだな。小学生の時食べ過ぎて便秘になった時以来じゃないか。水疱瘡でもハシカでもご飯いっぱい食べてたのにね。お母さん、お姉ちゃんやっぱ変。どうかしたの？お姉ちゃんが私にお願いしますって。やっぱり何かあったのね。突然結婚やめるって言い出したし。中田さん、結婚しちゃうんですね。おはようございます。中田君、聞いたよ、おめでとう。おめでとうございます。吉川さんとの婚約、噂になってますよ。吉川さんは仕事もできるし、人柄もいいし。さすが中田さん、目が高い。いや、めでたいめでたい。ほんと中田さんって賢いわよね。なんたって時間候補捕まえるんですもん。そりゃ残業しないでエステやらネイルサロンやら忙しいはずだわ。だました。そりゃラジバンダリーだよ、ラジバンダリー。してよ、してよ。それで海外赴任一緒に行かれるんですよね。当然でしょ。そりゃ、それが何か今日やる仕事と関係あります？いえ、私事で皆様の仕事のお邪魔をしたくありません。どうぞお仕事にお戻りください。うん、公私混同はダメだよ、ね、はい、公私混同はダメ、基本だから教えられたね。ヨコちゃん、やっぱりヨコちゃんだ。夏休みの宿題？はい。
僕も夏休みボランティアでやってる NPO の調べ物があってね。はい、ごめんなさい、騙すつもりはなかったんです。あれはあれで妙に無邪気なところもあるし、吉川さんなら大人だし広い心も持ってるし分かってくれると思って。僕たちのことを聞いたんだね。はい。僕の責任なんだ。真紀子さんは悪くない。え、姉の本性がバレたんじゃ。え？あ、いえ。じゃあ。悪魔がバレたんじゃない？じゃあなんで振られたんだ？陽子どうしたの？そうだよ、ずっと忙しいって付き合い悪かったのに、来たら来たで心ここにないし。ねえ、彼氏が彼女振る時ってどんな時かな？振られたの？だから付き合ってないし。なんだろうの、私行っちゃうよ。いいよ。じゃあどういうこと？お姉ちゃんが振られたの。真紀子様が？真紀子様を振る男がいるの？ありえねえ。結婚式場を予約したりキャンセルしたり大変だったんだから。真紀子様を振られる理由はないっしょ。まあ一番多いのは新カノができた時だけどね。新カノ？真紀子様振ってまで行く？行かないよね。行くんじゃね？よっ。ジャンボ、なんであんたがいるの？うちが誘ったの。よう、こっちが悪いから。畳と彼女は新しいのがいいって言うでしょ。何それ。だから畳扱ってる間に前の彼女が別れてくれなくて仕方なく振ったとか。それはないと思う。ギャンブル好きですごい借金があるとか。絶対ない。もしかしてホモなんじゃない？お前だよ。僕はホモじゃない。まったく。あ、振り込んだそれ。マジよ、これやばい。ないない。やっぱ探偵か。何それ。ほら、そういうエリートの家の人って結婚するとき相手の家柄や家族のこといろいろ調べたりするって言うじゃん。マジ。陽子、成績悪かったのとか補習受けてたのとか超やばくない？絶対やばいよそれ。まさか本当に新刊の。僕の責任なんだ。真紀子さんは悪くない。ありえるかも。吉川さんも出そうだし。やっぱ帰ろう。私が吉川さんの新しい彼女を暴いてどうすんだよ。クマ子、今日は何？あんたね。違うって、岡本君に会いに来たんじゃないから。うちのお姉ちゃんの彼氏がここに住んでるの。彼氏にお姉ちゃんが振られてその理由がわからないから来ちゃったの。下手な言い訳。本当だって、お姉ちゃんの振られた理由が知りたかっただけ。クマ子、ちょっと来いよ。え、ちょっとリク、来いよ。リク、何するの？リク、この子入れて。いいから来いよ。隣、お前の姉ちゃんの彼氏の部屋。うん。あれちょっと見てみ。あれって、クマ子の姉ちゃん真紀子じゃないの？そうだけど。吉川さん、あれ特注したんだよきっと。だけどこの子のお姉さん振られたんでしょ？でも嫌いになって振ったんじゃないんじゃないの？え？男と女ってさ、ただ好きだからとかだけじゃ済まないことってあるじゃん。そうなの？だって嫌いになった人の名前入ったもの普通取っておかないでしょ。じゃあ吉川さんはまだお姉ちゃんのことが好きってこと？ありえるんじゃない？あ、もしもし？おお、チョリス。語られちゃったよ。あいつだっていろんなこと考えてるのよ。ああ、
リクったら散らかしっぱなしにして。ああ見えてリクはガード硬いの。二人目なのよ。え？この部屋に入った女の子、私とあなた。だからってリクがあなたに気があるなんて思わないでね。思ってない。思うわけないじゃん。ちょっと一人にしないでよ。さあ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 、いただきましょう。はい、いただきます。おい、行こう。真ん中とこ、はい、グッド。だって行け。ごちそうさまでした。もういいの？うん、陽子、食べて。マキコの好きなアイスクリーム買ってきたんだぞ、食べるか？いらない。ゴロー、ママ、私仕事辞めて家にいてもいい？え？いいわよ。お姉ちゃんが家にいてくれたら私も話し相手がいて嬉しいわ。ありがとう、ママ。お姉ちゃん、やっぱり結構向こうから断られたのかな。吉川さん、お姉ちゃんのことはまだ好きみたいだよ。でなんで断られるんだ。この間だってご両親とうまくいったんだし。うん、でもあの完璧な真紀子が振られるって他に何がいけなかったのか。父さん、結婚となるといろいろあるから。ああ、いろいろあるな、やっぱり。すまんな。いろいろって何？いろいろはいろいろだよ。私だってもう高校1年生だよ。陽子、格式がある吉川さんみたいな家って結婚の時探偵頼んで家族のことまで調べるらしいよ。そうみたいね。お父さん？私のせいで結婚がダメになったの。なことあったら一生姉ちゃんに頭上がらないよ。今日はどうしたの、陽子ちゃん。吉川さんがお姉ちゃんとの結婚やめたのは何か私に問題があってご家族に反対されてるからですか？お姉ちゃんに問題がないなら、あの、考えられるのは私とか父とかだと思うんですけど、考えても全然わからなくて。陽子ちゃん、座って。はい。私の成績がビリだってことですか？星受けているのが結婚の障害になったんでしょうか？そんなこと全然問題ないよ。じゃあやっぱりお姉ちゃんはイケてるのに家は超イケてないとか。関係ない。父が鉄夫だったから。吉川さんのお父さん笑ってたけど私本当は嫌がってたんじゃないかって思ってて。ごめんね、陽子ちゃんにそんなに心配させてたんだ。実はね。聞いた？吉川君の赴任先ドンボになったらしいよ。ドンボ？きついよな。あそこは行きたくないな。行きたくない。東アフリカ、あまり政治的に安定していない国で、かなり危ないところなんだ。いただきます。パリならよかったんだけど、そんな危ない国に真紀子さんを連れて行くことはできない。赴任したらいつ帰ってくるかもわからない。だから結婚白紙にしたんだ。そのことお姉ちゃんは？うん、言ってない。言わない方がいいと思ったんだ。でもそれで陽子ちゃんがそんなに心配することになっていたなんて。ごめんね。
だから君のせいじゃない。もちろんお父様のせいでも、鉄夫だって悪くない。え？僕は船夫だしね。そうだったの、うん、そうだったの。やっぱりお父さんのせいじゃなかったんじゃないか。だけどさ、そのドボン、あ、お母さん、ドンボ、あ、そうそうそう、そのドンボ、ドンボじゃねえ、ここここ、ここね、ここ日本、ここえ、ここドンボ、日本に近いじゃない。おかえり、あ、おかえり、東アフリカだった。お姉ちゃん、お姉ちゃん、ちょっとお姉ちゃん、あのお姉ちゃん、落ち着いて、いいから落ち着いて、うまこ、ね、あんただよ。そうだね、そうだよね。あのね、お姉ちゃん、吉川さん、パリじゃなくてドンボって国に転勤になったの。すごく危ない国なんだって。それでお姉ちゃん、危ない目に遭わせたくなくて結婚白紙にしたの。だから、え、だからこのままでいいの？お姉ちゃん、あんないい人世界中探したっていないよ。吉川さんは本当にお姉ちゃんを大事に思ってくれてるんだよ。お姉ちゃん、だからってあんた私にドンボに住めっていうの？裸足よ、みんな裸足で歩いてるのよ。んなところに私が行くわけないでしょ。絶対に行かない、死んでも行かない。大変だよ大変だよ大変。中田君、吉川君の赴任先、ドンボになったんだって？そうみたいですね。まあ、ドンボなの？オフランスとはえらい違い。先輩、大変じゃないですか。そうね。大変だけどね、手当が高いんだよ。ああ、ドンボに赴任した時に人財産作るって言いますもんね。うん、物価が安いから給料まるまる貯金できるって聞いたことあります。そうなんだよ。この間ドンボ赴任から帰ってきたやつは、葉山に3億のドンボ御殿建ててるもんね。3億ですか？うん、玄関のところがね、なんて言ってんの、ドンボ様式でね。課長、中田君、あまり気にしないで、自然はいっぱいだから。私はいくら手当てもらったって、あんな危険な国行きたくないですね。まあ、中田さんは愛する人と一緒ですからお幸せでしょうけど。先日の雲屋の水羊羹美味しくいただきました。ありがとうございました。本当にお粗末様でございました。美味しくございましたな。なんで、実はですね、今夜突然お邪魔させていただいたのは、まあ、すでにお聞き及びとは思いますが、直樹のやつが真紀子さんとの結婚を白紙に戻したいなんて言い出しまして、赴任先がドンボになったとか。そうなんです。まあ、海外生活も長くなりますし、ぜひ真紀子さんと二人で行ってもらえたらと思いまして。ドボンにですか？ドンボ。ああ、ドンボ。まあ、今度行ったらいつ帰ってこれるかも分かりませんし、まあ、二人のためにね、この際一緒にさせた方がいいんじゃないかと思いまして。ですが、あのドンボはアフリカにあるですね、共和国でして、いや、これが自然が大変豊かなところでしてね、キリンやゾウもおりましてですね、危ない国だと聞きましたが。まあ、そういう噂もありますが、息子さんは娘の身を案じて婚約を白紙に戻してくださったと聞いております。その判断は正しいんじゃないでしょうか？まあ、ですから、私たちも重々承知の上でこうしてお願いに参ったわけです。息子さんを心配なさるお気持ちはお察しいたします。ですが、真紀子は大きな動物が苦手なんです。特にキリンとかゾウとか。街中にいるわけではございませんわ。吉川さん、娘を行かせることはできません。絶対に無理ですな。
ただでさえ娘を嫁に出すのは身を切られるような思いなのに、それが何が起こるかわからないような危ないところにやるなんて。いや、しかしですね、若い二人の幸せを考えればですよ。それで二人が幸せになれるとは思いません。何をおっしゃる。いや、大地、そんなの真紀子が行くって言うわけがありませんよ。いや、そんなことは聞いてみなきゃわからないでしょ。聞かなくたって娘の考えてることぐらいはよくわかります。いいですか、吉川さん、真紀子はこのままでは絶対に幸せにはなれないんですよ。はい。吉川さん、お邪魔してるんだね。失礼するよ。こちらです。いや、そんなことは言ってみなきゃ。もう直樹。おらら、はじめまして、吉川直樹です。あの、ご挨拶が遅れた上、この度は僕のせいでご迷惑をおかけして申し訳ありません。あら、お父様にはあんまり似てらっしゃらないのね。父さん母さん、何勝手なことしてるんだよ。真紀子さんのことは考えに考えて出した結論なんだ。だからこうして私たちが頭を下げて頼んでおるんだ。お前一人な、アフリカに行かせるわけにはいかん。僕は大丈夫だよ。とにかくこれ以上こちらに迷惑をかけたくない。帰りましょう。いや、私はまだ納得してない。ダメです、僕は納得してるんです。直樹、お父様あなたのこと心配して。父さんたちがどう言おうと、僕は真紀子さんを連れていくことはしません。あの人にそんな苦労させるくらいなら別れた方がいいと決意したんです。だからもう話はありません。帰りましょう。いいから、座りなさい。父さん、やめてください。お姉ちゃん、私のためにもう喧嘩はなさらないで。真紀子さん、私は直樹さんと結婚します。私の人生に直樹さんがいないなんて考えられない。私はあなたと一緒に生きていきたいの。真紀子さん、ドボンだぞ真紀子。槍や鉄砲がいつ飛んでくるかもわからないような危ないところなんだよ。あなたの大嫌いな象とかキリンとかいっぱいいるのよ。それに考えられないような苦労が待ってるわよ。構いません、私は直樹さんと生きていくことを選びます。真紀子さん、あなたはなんて勇気のある女性なんだ。素晴らしい。さすが直樹の選んだ人だけのことはあるな。頼みましたよ真紀子さん。はい、真紀子さん、必ず幸せにします。よかった。お姉ちゃん、うん、シャンプー買ってきたから置いといて。うん、まこ、うん、お姉ちゃん、あんなに嫌だって言ってたのによく決心したね。だってドンボは手当が高いんだもん。ドンボ御殿が立つらしいよ。え、どんな御殿建てようかな。それより熊子、あんた結婚式場キャンセルしてないでしょうね。したよ。なんで、あんなに予約するの苦労したのに。お姉ちゃんがキャンセルしろって言ったんじゃん。予約し直して。いつ。決まってるでしょ、8月5日の大安吉日。それはもう無理だよ。まさかあんた私に諦めろって言ってるわけ。え、あんたも知ってるでしょ、私の辞書に諦めも妥協もないの。私はあそこで結婚する。いいわね。あげたらアフリカの危険な国へ行ってしまうんです。なんとか思いを遂げさせてやりたいんです。ご事情は分かりましたが、残念ながらキャンセルをされた後にすぐご予約が入ってしまったんですよ。あ、こんにちは。こんにちは。あの方たちです。
今日は引き出物のご相談に見えたので、もうキャンセルはないと思いますしね。そうですか。どうもお待ち申し上げておりました。はい、もしもし、お姉ちゃん、やっぱダメだったよ式場。私行ってアフリカ行っちゃうって。だけど他の人の予約が入ってるんだから。お姉ちゃん聞いてる？お疲れ様でした。中田さん、いいかい、ドンボショック。あのね、いい感じの人たちだったよ。だから、熊子、何がいい感じよ。あんたってほんと使えない。いい、その人たち捕まえといて。お持ちいたしますので、しばらくお待ちください。はい。あんたがここで結婚式あげたのっていつだっけ？は？ああ、去年の8月5日？あれからだよね。あんたのところにこういうのが出るようになったのって。あ、そう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 。白いウェディングドレスを着た花嫁が枕元で泣くのよ、シク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 。だからここで結婚式あげちゃダメって言ったでしょ。だって5年前の8月5日に新郎の元カノが新婦を刺したんだって。怖い。誰にも言っちゃダメよ。あんたのとこに出る、こういうのもその得意の花嫁だね。怖い。あの、はい、すみません、お姉ちゃん、ちょっと考えたいんですけど。でも先ほどまで引き出物をお決めになるおつもりで。いいんです、とにかくキャンセルしてください。キャンセル、行きましょう検事さん。ちょっと、お待ちください、お客様。あの、はい、8月5日にこちらで結婚式したいんですが。わあ、よかったです。ちょうど今その日のキャンセルが出たんです。よろしかったですわね。大安吉日のいい日で、なかなかご予約が取れない日だったんですよ。そうなんですか。では早速お手続きを。お待ちください。あんたお芝居上手くなったね。こうしてようやく姉は結婚式の日を迎えました。 Be your wife. Yes, I do. その日の姉は悪魔の正体を知っている妹でさえ騙されてしまうほどの極めつけの美しさで世間を圧倒したのでした。綺麗だよ。ありがとう。陽子ちゃん、お水ちょうだい。はい。
大丈夫、疲れてない？うん、大丈夫。本当に？じゃあ、大丈夫、まだ。お姉ちゃん、やばい、やばい。どうしたの？あの、はい。失礼します。ありがとうございました。あなた方が話されていたことを聞いて式をキャンセルしたんです。おかげで結婚しないで本当に助かりました。はい。実は私の相手結婚詐欺師だったんです。一言どうしてもお礼を申し上げたくて。はい、それをわざわざ。お幸せに。また帰り。失礼します。わざわざありがとうございました。こうして姉の悪事はまたまた幸運を及ぼし、姉の正義の味方の評判は高く確かなものになったのです。そして妹にもやっと待ちに待った自由が訪れたのでした。お姉ちゃんのお見送りだからお弁当作るの手伝って。はーい。何？手紙？うん、お姉ちゃんに今日行ったらしばらく会えないもんな。よくも寂しくなるな。そうだね。ドンボに着くのは20時間後ぐらいかな。遠いわね。うん、今度みんなでドンボへ行きたいですな。いいですね、ゾウやキリンにも会いたいですしね。マキコさんがいなくなると寂しくなるけれど、女の子はいつか出ていくものですから。どうも見送りありがとうございます。元気でな。うん、無理するんじゃないのよ。分かってる。ちょくちょく声を聞かせてくださいね。はい。お父さん、これ私がつけたたくあん。ありがとうございます。マキコ元気でな。これ飲んでくれ。はい。お姉ちゃん。ママ。お姉ちゃん、これお弁当。サンキュー。はい。お姉ちゃん、ようこ。ゴロ、何しんみりしてるのよ。だって吉川さん、姉のこと、どうぞくれぐれもよろしくお願いします。それじゃ、行ってきます。いらっしゃい。気をつけらっしゃい。いってらっしゃい、お姉ちゃん。いってらっしゃい。元気でね。え、お姉ちゃん、え、行かないのか。行かないわよ、私は。え、直樹は私が心配だからどうしても日本にいてくれって言うんです。ご心配なく、私彼の帰りを待ってますから。え、どこで。もちろん実家で。さあ帰りましょう。じゃあ今まで通りってことね。そうなんだ。中田さん、どうなってんですか。これはこっちのセリフですよ。一体どうなってんですか。奥様ご存知でしたの。行かないみたいですね。そんなことってあり。その時妹は思い知ったのです。この姉の悪賢さは極みを知らないということを。そして自分の奴隷生活はまだまだ終わらないということを。お姉ちゃん、料理ができない。大変だ。なん
でお姉ちゃん自分でやらないかな。任せて。カレー？私が？チキン以外認めないからね。チキン買うの忘れた。チキン？コケコッコ。家庭の主導権はあなたが取らなきゃ。分かってる。怖いったらあれしない。相当なバズり。めんどくさい。つべこべ言うんじゃないの。結婚した意味ないじゃん。お姉ちゃん。このドラマの原作コミック「正義の味方」の1巻から6巻をセットで50名の方にプレゼントいたします。はがきに住所、氏名、年齢、番組の感想をご記入の上ご覧の宛先までお送りください。この番組はスバル、サントリー、ニベアとご覧のスポンサーの提供でお送りしました。自由っていいなぁ。